ユブラジデッシーは、カナダのプロレスラー。アルバータ州カルガリー出身のインド系カナダ人。WWE にて、ジンダーマハルのリングネームで活動。叔父のガマシン、いとこのガマシンジュニアもプロレスラーである。リックタイタンが主催するアルバータのマーシャルアーツフィットネスセンターにてトレーニングを開始。PMW にて、リングネームを、ラジザ・フューチャーデッシュとして、 プロレスラーデビューを果たす。ロスハートとブルースハートが主催するスタンピードでもトレーニングを始めガマシンからプロレスの基礎を叩き込まれた。2005年新日本プロレスロサンゼルス道場にてバッドニュースワレンに指示。スタンピードではガマシンジュニアとタッグチームを結成。スタンピードインターナショナルタッグチーム王座を2回獲得。ポイ GNW などの団体にも参戦。2009年12月、WWE のトライアウトを受けるために、フロリダに行き、参加団体である FCW にて、トライアウトに臨んだ。当時、WWE が、南アジア系のレスラーを探していたことを知り、面接では、イスラム教徒の清掃であるターバンを巻いて、インド系カナダ人であることを主張。 レスリングスキルも評価されていたことも、相まって合格することができた。2012年2010年1月に、ディペロップメント契約を交わし入団。FCW にて、ジンダー・マイハルのリングネームでデビュー。10月からタッグでの出場機会が増え、ジェイコブ・ノバックと組んで活動。2011年4月29日、スマックダウンにてグレート。 カリと会話し終えたレイミステリオに続いて登場。カリとランジン・シンとヒンディー語で会話をして去った。5月より本格的にヒールとして活動するようになり、ランジン・シンを差し置いてカリを言いなりにすることに成功するが、最終的には怒りを回反逆されシングルで活動することになった。11月より同じ符号であるにもかかわらず一般人との交流を深めている。 テッドデビアスとの構想が展開したが、デビアスの負傷により構想終了。スーパースターズを中心に活動し、ヨシタツやエゼキエル・ジャクソンを相手に勝利を重ねる。また、スマックダウンにも出場していたが敗戦が多かった。この頃に、インドの階級を表す赤もしくは白のパグリを頭につけるようになり、試合前に専用のケースに入れていた。2012年、 NXT に登場するようになり、初代 NXT 王者を決めるゴールドラッシュトーナメントにて準優勝した。9月、ヒース・スレーター、ドリュー・マッキン・タンヤと3人組ユニット、3メガバイトを結成。役割を、チームの表金者、同契約と実況から例えられた。また、パグリは黒いものへ変更。2014年6月、WWE から解雇となる。 WWE 解雇後、2014年7月26日、テキサス州を拠点とするローのサマー・オブ・チャンピオンズに参戦。ジャスパー・デイビスと対戦。最後に、フルネルソン・スラムを決めて勝利。10月24日、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州を拠点とするアストワットにて、スタンピード時代の名優である、ガマシン・ジュニアとタッグを組んで、アストワットタッグ王座を保持する。 クーガーミートに挑戦。最後に、カトラーへ、合体式、シットアウトエースクラッシャーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2015年1月3日、プエルトリーコの団体である、WWC のユーフォリア2015に参戦。レイゴンザレスとインディアンストラップでスマッチで、対戦するが敗戦。4月23日、アントニオ・イノキが主催する、イグフに参戦することが発表。 5月5日、ゲノム33にてワンビンと対戦するが、場外での乱闘や椅子攻撃を繰り返し、最後はレフェリーに暴行して、反則負けとなった。同月30日、テキサス州を拠点とする、LSCW にて、バイロン・ウィルコットと対戦して勝利。6月27日、ゲノム34にて、橋本大地と対戦。最後に DDT を暗い敗戦。 8月15日、LSCW にて、X チャンブレイクと対戦して勝利。11月27日、リユニオンイベントであるレッシルケードの、ショーケースオブチャンピオンズに参戦。LSCW ローンスター王座を保持する、ジョン・サクストン、ヒューストン・カーソンと、スリーウェイマッチによる、王座戦を行うがベルトをダッシュするに至らなかった。2016年8月1日、 wwe r.a.w. にてかつて3メガバイトの仲間だった必須ス,スレーターより呼び出される形で復帰を果たす。ミック・フォーリーより、R、r.a.w. のロースター枠の最後の一つをかけて、対戦を命じられ、納得いかず抗議するスレーターに対し、スーパーキックを見舞い勝利した。2017年1月2日、r.a.w. にてル、ルセフと組み、ルセフと構想中に、 パートナーで負傷して戦えない状態であるエンツォアモーレを書いたビッグ、キャストハンディキャップマッチで対戦。一方的に攻めて最後にルセフがスーパーキックを決めて勝利。この試合をきっかけにルセフと共闘してエンツォキャスト構想を展開。同月30日、エンツォキャストの決着戦としてテキサストルネードマッチで対戦。 終盤にアモーレを場外へ追い出し、キャスを集中して攻めるが自身が、ロープワークした際に場外にいたエンツオに捕まり落ちる。攻撃を仕掛けた際に避けられスティールステアーに激突。最後に、ルセフが、バダ、シ社からかを決められ敗戦した。2月20日、ニューデーと対戦。最後に自身が、ミッドナイトアワーを決められ敗戦。試合後に、 ルセフと文句を言い合いタッグの圧力を生じる。3月5日、ファステレイン2017にて、セザーロと対戦。終盤にロープブレークで、隙が生じた際にビッグブーツを決めて倒すが直後に、実況席に、ルセフが現れ、気を取られているところに、セザーロにスーパーアッパーカットを決められ敗戦。試合後には、ルセフに襲撃され、 スーパーキックをラい事実上のタッグ解消となった。4月2日、レッスルマニア33キックオフにて、アンドレザジャイアントメモリアルバトルロイヤルに出場。終盤に、キリアン・デイン、モジョローリーと争い、ローリーに失格とならない、セカンドロープから、場外から落とすと、ローリーの応援に駆けつけていた、ニューイングランドペートリオッツのロブグロンコースキーに、 ジュースを浴びせ因縁をつけると、リングに戻るが、グロンコースキーもリングに上がり、フットボールタックルを決められるとローリーより、脱落させられた。同月11日、スマックダウンライブにて、因縁のあるもジョローリーと対戦。中盤にローリーを、コーナーポストに投げつけ倒すと場外にて、再び応援に駆けつけていたロブグロンコースキーに、迫るが背後より、ローリーに、オーダーされると、 グロンコースキーよりジュースを浴びせられ、最後に、リング上で、ローリーから、ランニングフォアアームスマッシュを決められ敗戦した。同月18日、w w e 王ザ挑戦権、争奪6パックチャレンジに出場。終盤に、サミゼインとの直接対決となるがエクスプロイダーで、コーナーポストに叩きつけられ、窮地に陥ると、リングサイドに現れたシンブラザーズが、 全員の足を捉え動くのを阻止。そして、コブラクラッチスラムを決めて勝利。試合後にはバックステージより登場した、WWE 王者であるランディ・オートンと絶戦を繰り広げた。同月25日、エリック・ローワンとの対戦で勝利したランディ・オートンに、対して試合後に、バックステージより登場。マイクアピールで、オートンと交争中であったブレイ・ワヤットよりも、 自分を恐れるよう告げると襲撃されるが、シンブラザーズが救出に駆けつけると一点オートンを痛めつけ、最後にコブラクラッツスラムを決めた。5月21日、バックラッシュ2017にて、WWE 王座を保持するランディオートンに、マネージャーのシンブラザーズを従えて挑戦。終盤に RKO を暗い窮地に陥ったところに、 シンブラザーズのアシストを受けて場外に逃げるが、そのシンブラザーズがオートンに捕まってしまい二人まとめて、エレベーテッド DDT で葬られてしまう。しかし、自身はその間に、背後からオートンを襲撃。カラスを決めて勝利。ベルトをダッシュした。7月23日、バトルグラウンド2017にて、ランディ・オートンとパンジャーブプリズンマッチによる、WWE 王座戦を行う。 終盤にスティールチェアーで、オーダーされて脱出されそうになったところ、バックステージより、グレートカリーが登場。カリーが、オートンの首を掴み動きを止めるアシストを受けて脱出。王座を防衛した。2018年4月8日、レッスルマニア34にて、WWEUS 王座を保持するランディ・オートン、ルセフ、ボビー・ルードとフェイタル・ヨンウェイマッチで挑戦。終盤に、 ルセフとの一騎打ちになり、アコレードで極められ、窮地に陥るが、スニルシンの介入を受けて最後にルセフへカラスを決めて、勝利。ベルトをダッシュした。w w e u s 王ザ。ありがとうございます。